ウォータールー大学は、オンタリオ州ウォータールー市に本部を置くカナダの州立、大学である。1957年に設置された、U15 カナダ研究大学連盟の中では2番目に、新しい。カナダを代表する、理工系中心の大学である。ウォータールー大学は1957年7月に、設立された大学である。開学当初から数学とコンピューターサイエンス分野に、 注力し、先進的な学部学科を設置した。英国の QS 世界大学ランキングでは、数学のカテゴリーで20位、コンピューターサイエンスのカテゴリーで24位にランクされた。近年は、量子コンピューティングとナノテクノロジーに注力し、2002年には世界有数の量子コンピューティング研究所を新設した。新興の大学ということもあり、 新しい分野を先進的に切り開いてきた大学と言われる。学部教育ではインターンシップ制度を奨励しており、近年はカナダで最も入学難易度の高い大学となっている。カナダの大学入学は高校の成績と活動を含めた総合評価で決まるものの、マクリーン S 氏が発表した各大学入学者の高校時代の平均成績で、 ウォータールー大学は最も高かった。2018年の数学部への応募倍率は13倍であり、中でも人気のコンピューターサイエンスや定員が少ない工学部の学科の競争率はさらに高い。近年、カナダの学部学科別の入学難易度では最上位がウォータールー大学の理工系だと言われ、意欲の高い生徒が集まる。一方で、大学院は 歴史が浅く発展途上であるが、数理、コンピューターサイエンスや特定の理工学分野の研究においてのレベルは高い。人文学部なども設立されており、総合大学として発展している。大学設置当初、オンタリオ州内には医学部を有する大学が5校もあったため、今日まで、ウォータルー大学には医学部は設置されていない。 コーププログラムと呼ばれるインターンシップ制度に似た実務教育プログラムを開講と同時にカナダで初めて導入した。現在は他大学にも似たプログラムは存在するが、ウォータルー大学が最も盛んに運営している。参加する生徒は4ヶ月の有給フルタイムのインターンを計5回経験することが卒業条件となっており、5年間を通じて、 学業とインターンを交互にこなす。この場合休暇は、ほぼなく、夏の学期に授業を受けると同時に面接をし、秋に働き、冬に、また授業と面接をするというようなスケジュールとなっている。参加は、基本自由であるが、得られる機会は多いので、総じて人気は高い。名声を得るようになったのも、交ープ教育によるところが、大きく、IT 関連企業や保険、金融関連企業は、 積極的にコーププログラムの学生を採用している。マニュライフ生命保険、カナダロイヤル銀行など、カナダ国内の大手金融機関に加え、近年ではアメリカでインターンをする学生が多く、Google ググや Facebook、アップル、テスラをはじめとする、テクノロジー企業との関係が強い。プログラムに参加する企業は、大学のシステム上に登録し、その上で選抜、面接をするが、生徒が、 自主的にシステム外で機械を見つけることも容認されている。また、インターンと称して研究室でリサーチアシスタントやティーチングアシスタントを務めることも可能である。北米のインターンは有給が一般的であり、その収入で学費や生活費を賄うことにもなる。計2年間に及ぶインターン経験が就職に大きくつながるのは、もちろん様々な仕事にチャレンジし、 キャリアプランを描く機会になるため、ウォータールーシン学を決める大きな魅力の一つとなっている。2010年秋現在、専任人教員数1047名、フルタイムの学部学生26451名と、大学院生3505名のほか、パートタイムの学部学生1628名と、大学院生921名を合わせると32000名程度の、 学生数規模を持つ大学である。コア学群として次の6学部があり、これらの学部の他に、大学院研究科と専門職大学院がある。独立した機関として、ペリメータ理論物理研究所が近くにあり、ウォータールー大学の大学院とは、学位の授与や研究で協力関係にある、通称マスビルディング、数学部、コンピュータサイエンス大学院などがある。 トロント中心部から1 2 0トル高速バスで約1時間30分のところにあり、開校以来大学を中心に住宅地やハイテク企業のオフィスなどが次々と展開している。キャンパス周辺の治安は良く、トロントに比べて物価がかなり安い。理系の学生を中心にトロント方面から進学してくる学生が多く、 奇跡時期や週末のトロント行き高速バスは満席になることが多い。サテライトキャンパスは今のところ2カ所にある。2004年から工学部建築学科はケンブリッジキャンパスに2008年1月には理学部薬学科が近隣のキッチナーキャンパスに移った。ストラットフォードにデジタルメディアやグローバルビジネスを主とする新キャンパスがある。2009年に アラブ首長国連邦ドバイに初めての海外校が開校した。コンピュータサイエンスのウィリアム・ジー・デービスセンターの館内学生寮はキャンパスの外縁部に散在しており、キャンパスまで徒歩10分ほどと学生にとっては非常に便利である。学生寮に住む学生の大多数は1、2年の学部生である。日本や各国からの交換留学生は新しいが、 比較的遠いコロンビアレイクビレッジという寮に応募することにより住むことができる。カナダの大学評価にはマクリーン S 氏によるランキングが使われることが一般的である。医学部を持たない大学で構成されるコンプリヘンシブリサーチユニバーシティグループの中で総合評価を指すナショナルレピューテーションカテゴリーでは2010年までの19年間で17度カナダ国内1位にランクされている。 また、モーストイノベーティブカテゴリーでは、マクリーン S ランキング開始から26年間連続で、カナダ国内1位にランクされている。英国の QS 世界大学ランキングでは、開校約60年の若い大学でありながら、数学とコンピューターサイエンスのカテゴリーで、それぞれ20位と24位、総合で152位に評価された。カナダ国内の数学、 情報オリンピックを主催していることもあり、成績上位者はウォータールー大学に進むものが多い。北米の大学生を対象としたパトナム数学コンテストのトップ5入賞の回数は開校以来カナダ最多。悪夢国際大学対抗プログラミングコンテストでは世界大会で2度優勝。2017年には北米予選を1位で通過している。 実務経験が積める高オーププログラムと相性の良い、工学系のプログラムも評判が良く、就職や企業を意識した学生が多い。反面、研究に進む生徒は比較的少ない。カナダの学部教育は格付けでなく、工風や専門分野で選ぶことが多いものの、ソフトウェア工学、メカトロニクス、ナノテク、 バイオ工学などの学科は人気が高く国内の理工系の最難関とされている。学部生の19%、大学院生の38%が留学生であり、2009年の学部9%、大学院24%から上昇している。特に中国やインドからの留学生が多い。日本からの留学生は大都市にあり、 国際的知名度の高いトロント大学などに比べて少ない。学内では純粋な学問的研究に加えて産業応用研究も推奨しており、民間企業や政府系、シンクタンクなどからの委託研究費や少学寄付金を積極的に獲得している。これらの資金と獲得したグラントの一部は大学の運営費として使われるだけでなく、 大学院生向けの奨学金やポスドクの給与として使われるためフルタイムで研究活動に専念できる大学院生が多く好循環を生んでいる。2013年の大学収入は8億8千万カナダドル、そのうち最大の割合を占める寄付金と競争型研究資金は3億9千万カナダドルを獲得した。ウォータル大学はコーププログラムや スピンオフ会社によって、とても緊密な産学提携を築くことに成功している。本校が位置するウォータールー地域は、IT、ハイテク企業が多く集積しているため、オンタリオのシリコンバレーとも呼ばれている。日本にも、コープジャパンなどを通じて毎年何ピットもの生徒を日本企業に送り込んでいる。大学の特徴を生かし、IT 関連分野や精密機械分野での スピンオフ企業が多い。ありがとうございます。